栃木市にある樽工場で一心に木を削る栃木県伝統工芸士、萩原幹雄さん66歳。23歳で樽作りを始め、以来43年この道一筋です。昭和の初めだと思うんですけどね、うちの祖父が始めたのは、私で一応3代目になります。工場の中は樽の材料の木材が所狭しと並べられ、乾燥させながら出番を待っています。味噌樽や酒樽など昔は多くの需要があったといいます。今はプラスチックなどに押されて需要も減りましたが、樽作りの名人萩原さんのもとにはさまざまな注文が舞い込みます。やっぱり自分で味噌を作るお客さんなんかが、やっぱり木の樽で味噌を作りたいってお客さんとか、あとは、民謡のヤギ節の太鼓の樽とか。木を短冊状に切り、丸く組めるように角度をつけて削っていきます。樽の直径に合わせて自分で作った器具で微妙な角度をつけます。これがさっき言ったその、6寸8分だから 約20センチの、これが周りの円周って言いますかね、カーブになるわけです。金属の仮のタガをはめて木片を組んでいきます。バラバラの木片を組み合わせ、きっちりと角度があったものを隣同士にします。最後の一本を組み込むと丸い樽が出来上がります。木の合わせ目ですね。我々正直って言いまして、木と木がうまく合ってないと、そこから水が持ったり、太鼓の場合は音が持ったりしますので、その隙間っていうのをなくすように、それが一番大事ですかね。樽を締め付けるタガにはマダケを使います。寒い時期に切ったマダケです。もうそれほど太くならないですし、しなやかでやっぱり加工しやすいからだと思うんですけども、この太さだったらこのぐらいまで締めて大事だなとか、それってやっぱり寒冷彫りしかないですね。木目を見極め、削り、組み合わせて樽を作り上げる萩原さん。優しい眼差しで次の木を見つめていました。